いっぱいのお運びでありがとうございます。 TM 亭新潮と申します。その昔浅草蔵前の露店には随分と道具屋が店を並べていたんだそうですね。道具屋というのは古書、今でいうところのリサイクルショップでございましょうか。今でも宝塚や代々木公園などに行きますと、休みにはいろいろな品物を路上に並べて売っております。中には随分と怪しいものを売っている人もいるようで、お、なんか向こうから学者みたいな偉そうな人がやってきたね。おお、どうや、何か珍なるものはないか。珍、家の珍は売っておりませんが。いやいや、その珍ではない。珍なるものとは、何か珍しいものはないかという意味だ。ああ、その珍ですか。珍、珍と。そうですね、これなんかいかがでしょう。かの有名な中国の王妃、絶世の美女が使ったという扇子です。もう、容器が使ったという扇子が、どれどれ。なんだ、バラバラでもいいか。いやいや、ちょっと待ってください。もう、この通り、いかがに開けますよ。こんなことが全然ね。やっぱりバラバラではないか。こんなバラバラでは使えないな。これが本当のナンセンス。それじゃあもうちょっとマシなものをお出ししましょう。こいつの人材いかがでしょうか。主君の納めでございます。民の納めです。民、民時代の納めかな。ですから中華人民共和国ところで道具屋、この皿の周りは直径の何倍あるか知ってるかい。直径、直径出さないでくださいよ旦那。いやいや、皿の周りは直径の約3倍だな。下35桁まで詳しく言うと3.1419253389932433842433298322288。なるほどね。これで、どうしたんですかね。その35桁よりも その後はどうなんです。そいつは若いね。そいつはさらに引いてくれ。ところで道具屋、ところで旦那、こいつなんですがね、なかなかいい絵ですよこれ。中国の絵、貴族が館でですね、池で船遊びをしているというんですが、それで松の木の上には往来の鳥が飛んでおります。どうぞよくご覧ください。
や輪が出てくるんじゃとても使えねえな。え、道具屋は悪いな。これは買わねえぞ。うん、今日は失礼ですよ。ごめん。ああ、行っちゃったよね。冷やかしの逆だよ。ね、いいとこだと来たのにね。こんなに水や輪が出て。ね、これが本当の水の泡だ。まあ、そうこうしているうちに、向こうの方から、今度は、職人風の人がやってまいります。おう、道具屋。どうだいか、空ダメでして、もう空結構じゃねえか。ですから空っちダメだと申し上げて、空結構だって言ってるんだよ。人間万人最後がいい時もあれば悪い時もある。商売ってな、飽きずにじっと我慢して、それで飽きないみたいな。それ言います。ところで道具屋、なんかこう金になる儲かるものがね。金になる儲かるものね。そうですね。それじゃあ、これ何歳かでしょうか。ここに袋がございます。ね、中には何も入ってません。そして、大きな節があります。こいつを、こんな格好入れますね。そして、ちょいと、おめでたいおまじないをかけます。ね、おめでたいというやつがあるんですよ。10円も10円も、おお、すぐに切れる。で、新月。来月増え、来月増えなると、すると、やぶらこうじ、やぶらこうじ、パー、インポー、パー、インポー、パー、インポー、ショーリンガン、ショーリンガンのグリーンダイ、グリーンダイのパンポーピー、パンポーピーのパンポーピーの長距離のチョンスですか。はい、はい、始まりだね。それでどうした。それで、ポイントをここから見るけど、なんと、大きな1万円札になった。それで、こいつ、値段はいくらい？3万円で。何だろう？袋とその1万円で3万円？そいつは高い。だいちその1万円は使えねえしな。もっとなんかこう、儲かるもんはないのね。そうですか。それじゃあ、そうですね。とっておきのものを出しましょうか。こいつですよ。ね。ここに、たぶん、紙切れがあります。これを、ここに入れて、ぐる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 と回します。そうするとほら、本物の五千円札がするんです。何を、子供銀行のお札じゃないの。本物だよ。ちゃんと探しないね。もう少しちょいとこれにも出してくれ。何もただの紙切れですと。それでこいつの中にぐる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 と回すと、1万円がされたよ。ねえ、大したもんでしょ。これはどんなお札だ、お札だって印刷できる紙幣印刷機です。旦那、これさ、日本銀行には内緒ですよ。おー、大したもんだね。気に入ったよ。ところでこいつ、いくらだ。1万5千円で。ああ、そうか、ちょうどここに1万5千円がある。ここは1万5千円払ってからね。これ、払ってるよ。あばよー、ありがとうございます。嬉しいね。どっから、今日初めてなのね。ね、1万と5千円と。あれ、待てよ。この1万5千円、もともとは俺の分したじゃねえか。ということは、あ、いけねえ。あの紙幣印刷機、ただで持ってかかった。おーい、ドローン。バカバカしい道具屋という一節で